はい、皆さんどうも、局長です。ということで、この動画に関してはですね、なんと先ほど、ハイブのニューガールズグループの、ニュージーンズの、ミュージックビデオがね、アテンションか、公開されたということで、今からリアクション取っていくんですけど、いきなりミュージックビデオってのはすごいなと。ちょっとね、いろいろなんかメンバーのプロフィールみたいなティーザーが公開されるんかと思って、僕生配信準備してたんですけども、ちょっとそれ、やめて、今回まあリアクションをね、撮らせていただくんですが、局長ね、ちょっとね、いろんな噂あるみたいですけど、メンバーの名前全然わかってないんで、5人組なんですけど、まあこの可愛いよね、とか、ここの作品いいよねみたいなところのちょっと浅い話になってしまうかもしれないですけど、よろしくお願いしますね。はい、てことで早速ですね、この、ニュージーンズのね、オドアからデビューするグループのこのデビュー曲アテンションのミュージックのリアクションどうぞということでございます。はい、ということでこちらなんですけども、まずね、5人組ってところなんで、この5人ですよね、多分ね。僕もさ、チラッとね、これミュージックでマジかと思って、なんか曲かかるところまで見たんですけど、これが5人の女の子で、この子らめちゃくちゃ若いみたいですからね、プラスグローバルのオーディションからね、おー、この子綺麗綺麗あ、おんま、ちょっと名前知りたいけどな、ちょっとわかってないんであれですけど、ちょっと字幕入れとこか。字幕、日本語、あ、ついてるな。綺麗な子、女優さんみたいな子だよな。で、あ、これさっきの子な。綺麗な。この子ちゃうかな、一個綺麗な。だから、ちょっと、その、あれですよね。まだ二人しかあれやけど、その、ミージンさんってすごいさ、こう、いろいろこう、何、自分でデザインしていく人やから、キャンパスみたいな、何色でも染まるような子らが好きそうやね。この黒髪で、コーデみたいな感じじゃないですか。口紅つけて。ちょっと映画で言うと、やんちゃな女の子の描くストーリーみたいな感じなんですけど、なんかね、僕が見る限り、なんかディズニーチャンネルみたいですみたいな話もあったんで、どういうストーリー的か、映画みたいな、何これ、なあ、クラブで遊んで、これアメリカ知らんけど、この外国の人グローバルやな、これな、やん、あ、で恋して、あ、で声かけに行く、計画変わってきて。長いな、これ。もう1分で。すごいな、これ。おい、で今の横顔かわいい。この子が多分メインなんや。この子がメインなんや。この横顔すごかった、今あって。綺麗ーん、これ綺麗ーん。この子絶対エースやろ。この子しかさっき映ってないの。この子綺麗。この子しや多分な。曲中そんな、後の子知らんけど、この子が一番綺麗や、多分な。テンション。独特やからな、そのなんか他の画像とか見ててもな、これ。ニュージーンズの。まあ、ニュージーンズってね、グループ名もすごいなと思いますけど。この子綺麗やんか、さっきのお茶やんか、これ。誰来た。な。あ、いや。てか、ここの会場結構 K-POP で使われますよね。この5人やな。だから黒髪で、な、腹白くて、みたいな。多分、その、いろいろ、こう、何、描きやすいんでしょうね。デザインしやすい子たちなんでしょうね。ミヒジンさんのプロデューサーからすると。この子だ！あ、この子さっきの子かな？いやー、なんか清楚的な感じですか？ごめんな。ちょっとごめんな。この子が、なんか、ハーフの子もいるみたいな話も。日本人の子もいる。俺ほんま酔ったんかな、日本人の子も。まぶしいだよ！はっさ！はっさ！この前髪の子すごいね。いやー、わしづかみで。いやー、すごい、いや、なんか、アートみたいな感じの。これ自分でやったよね、多分ね。自分でてか、その、作ったよね、このビトンのパンツの。いやぁ。なんか曲調知ってる K-POP ではないね。なんかアーティストの曲って感じ、韓国の。ほぼすっぴんじゃん、これ。ほぼすっぴんや、こんな。いやん、かっこええやん、
ほぼすっぴん、ほぼすっぴん言ったら女性陣が怒られたけどな。曲中すっぴんちゃうで、ってな。怒られたけど。こんなもん K-POP のデビュー曲からしたら、ほぼすっぴんやな、こんなもんな。いや、あ、この子はハーフの子。日本人の子どのかな。いや、かわいいな。見え、うん、あ、この。あ、大学生ですか？高校生。高校生の役かな？みんな髪、ロングでストレートでサラサラ。な、ちょっと、あの、判別するの難しそうやね。いやこの子すごっカリスマかえぐいね。まあ、スタイリングがそうさせてるのもあるかもしれない。この子えぐいね。なんかポテンシャル感じるね。あ、これサビや。あ、ちょっとごめんなさい。サビ中ごめんなさいね。やっぱ、あ、さっきの子が、やっぱこの子だいぶ気になるわ。この子と局長が最初言った子が S っぽいな。We are new jeans. あ、ちょっと待って。ちょっと待って。この子もか、これ日本人じゃん。あ、全然じゃん。日本人もおらんかった。ごめんな。全然違うけど。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。もうごめん、止めすぎてる。ごめんな。おう。あ、わかった。左から2番目の子が日本人や。ぽい。で？おー。え、おー。あの、曲も新しいね。この、ここの裏声の部分ね、気になるよね。この、中毒性があるというか。この子絶対一番人気になる。もうわかってんね、曲調。え、みんな可愛いやん。みんな可愛いやんか。あ、ラップ来た。え、ここのシーンめちゃくちゃいいねんけど。みんな可愛いやん。これ真ん中の子、なんか、日本人ちゃんとか言うじゃない、全然知らんねんけど。可愛いやんか、この子もな。このシーンめちゃくちゃええやん。どんだけ、後部座席に5人ってどんだけよ、これ。可愛いやんか、なんか、この感じやと K-POP っぽくないですね。え、あんか、私と私、おい、お歩いたんで、お？ほっそーい。あれかな、あんまお金かかってないのは、てかだいぶお金かかってないのは、そのオドアの資金はあんまハイブから流れてないのか、もしくはこういうアーティスト、アイドルゴリゴリで制作、何、あの、セット組んでとかじゃなくて、こういう感じで売っていくでっていう、そういう、なんかラフな、こう、なんて言うのかな、日常みたいな感じのイメージさせる、まあ曲もそうやけど、それやから、このロケでの、基本、それかデビュー曲が別にあるってこと？どういうことですか？この子かわいいな。踊るわけでもなく、新しい、踊るわけでもないねん、なんかそんなずっと。これはデビュー曲なんですか？8月1日かなんかデビューじゃなかった？ちゃうかったっけな？あれ？で、8月8日になんかアルバムですよ、ね。よーん。いや、曲はすごい中国性あるし、なんか差別化もあって、いいなと思うんですけど、不思議すぎてあんまりこう思考が追いつけへんね。感想も出てけへんね。よーん。なんか、だいぶね、癖ある曲やね。おい、なんか、いやー、この子もすごい。はー、ちょっと名前と年齢とかいろいろ気になるね、これ見てたらね。だいぶ若そうやけどね。そんなゴリゴリやっぱ踊らんもんな、そんな。あれ、エースかと思ったらそんなゴリゴリに押してけえへんって、曲調の当て外れたの。そんなには押してこないですね。この子も綺麗、この子も綺麗。いや、これ多分めちゃくちゃ若いね。だからこのポテンシャル持ってるのすごいよな、やっぱ。ほんまにお金かかってない、どうしよう。多分これ絶対ブランディングやって。
もうセットゴリゴリの K-POP の時代は終わりを告げるんや、多分。アーティストのアイドルというか、そっちが出る、この子細い出てくるんやな。待って、あれやん、バンタンのミュージックビデオに出てきた子やん、これ。右から2番目さやろ。で、もう一人はちゃうかな、あれ。あれ、これミンヒジンさんやもんな、この撮り方とか、この映像の、あれもな。あんか、アートやん。あ、またなんか続きがあるんですよ。この子綺麗、この子がずっと、この子も綺麗、この子いたっけ、この子、おった綺麗綺麗、うわ綺麗か、最後何この流れで最後なんすか、この人は何なんすか、綺麗やんか、綺麗やんか、これすごいよ。あ、青春やん。落として。アテンション、ニュージーンズ。ああ、だからニュージーンズ、ああ、ファーストミニアル。そうや、EP。オドア。オドアのロゴあれやね。おしゃれやね。面白いやんか。ちょっとごめんな。バチバチ滑ったり見にくかったかもしれないけど、ポテンシャルももちろんめちゃめちゃ感じるし、で、それは内容、ビジュアルも含めて、ダンス歌はね、あんまりちょっとパッと分からなかったんですけど、そのやりたいことっていうのが、明確に伝わってくるんですけど、でもそれがめちゃくちゃ新しすぎて思考に追いつかないっていうのが、新しいエンタメ掘り込んでくれるなっていう、これミンヒジンさんがやりたかったことなんですかね。なんかところどころね、らしいな、みたいなところとか、思うこともあったんで、ちょっと楽しみやな、この、ニュージーンズ。まあ、なんで皆さんもね、いろいろ感想あると思うんで、ぜひコメント欄に書いていただければなと。で、ニュージーンズ盛り上げてるから、高評価よろしく頼むで、ファン増えたやろ、頼むで。はい、今日も最後まで見ていき、あらしゃいじゃね。